鶴賀市立博物館は、福井県鶴賀市にある、歴史民俗系の博物館。1927年春工の旧大和田銀行本店を館施設として使用している。1978年8月、旧大和田銀行本店の建物内に、鶴賀市歴史民俗資料館が開館した。1993年2月に、博物館登録され、同年7月に、 鶴ヶ市立博物館に解消した。もともと博物館用に建てられた建築物ではないことから展示スペースやバックヤードの確保などに問題を抱えており、1998年の鶴ヶ市立博物館検討委員会による答申以来新博物館の建設に向けての要望が市に対して上がっていた。2004年には鶴ヶ市新博物館建設検討委員会が 旧大和田銀行建物の復元的活用と新博物館建設を目指す委員会の設置を求める答申を市に提出した。しかし、初犯の事情から新博物館の建設構想は停滞しており、旧大和田銀行本店の復元的活用が先行して進められることとなった。2012年8月20日より建物修復のため長期休館に入り、 その間は隣接する港鶴ヶ田市会館で、図録等の販布を行っていた。2015年7月に再開館した。常設展の展示物は、鶴ヶにゆかりのある資料で、県内屈指のコレクションである金星、近代絵画300店長をはじめ、俳句、俳界、郷土、歴史資料、民族資料、港湾関係など多岐にわたる。企画展、特別展も、 定期的に開催している。近世、近代絵画は、地元書演の旧大名家や、素宝家のコレクションを引き継いだものではなく、博物館自身が時間をかけて収集していった作品群である。敦賀は、京都文化の影響が強いことから、演山、四条派、岸派、原派、土佐派、復興山和へといった、京都ゆかりの画派を中心に収集している。特に、 鶴ヶ出身の内海吉道ら内海三代や、ジップが鶴ヶの馬尺頭だった、河野売礼、鶴ヶと縁がある、橋本長兵衛、早急一年らの作品が多い。鶴ヶ市立博物館の敷地内にある、大和田僧七の銅像出展、旧大和田銀行本店建物修復事業、完了記念誌大和田銀行本店として1925年に着工し、 1927年に竣工した。建設費用として35万円が投じられた。鉄筋コンクリート、地上3階地下1階の建物には、当時の北陸地方では珍しかったエレベーターが備えられた。この建物は銀行としての業務スペースのほか、公共スペースも併せ持っており、地下はレストランとして、屋上部はビアガーデンとして開放されていた。 また3階には舞台を備えた集会場があり、公会堂としても利用されていた。これには、地域の経済発展とともに、文化的な充実、発展を目指した創業者大和田宗七の思想が反映されていると評価されている。第二次世界大戦末期の鶴ヶは、1945年7月12日の鶴賀大空襲を、はじめ数度の空襲を受けたが、 この建物は戦災を免れた。1945年10月1日に大和田銀行が三和銀行に吸収されると、この建物は三和銀行鶴賀支店となり、ついで福井銀行鶴賀港支店となった。1977年には建物が鶴賀市に寄贈され、1978年から鶴賀市立歴史民俗資料館として利用されている。 建物は1993年に、鶴ヶ市指定文化財に指定され、1994年には、鶴ヶ市立博物館に改称している。2010年には、福井県指定有形文化財に指定され、2017年には、国の重要文化財に指定された。鶴ヶ港の往年の映画を忍ばせる建物とされ、鶴ヶ市は、国際港鶴ヶを象徴する記念碑的建造物。 として評価している。地元では、戦前昭和時代の日本三大洋風建築物の一つと謳われることもある。この場合、日本三大洋風建築物の他の2つは、西陣織物館や香港上海、銀行長崎支店が引き合いに出される。2012年から2015年の復元的、修復前は、収蔵品の保管スペースが不足しており、内部に 仮設の壁を設置することで、バックヤードとしていたことに加え、展示ケースで覆われていたこともあり、本来の建物構造、装飾などを十分見ることはできない状態であった。修復工事に先立つ2012年に、収蔵庫棟を博物館北側に新たに建設し、展示点数を限定することで、現在は展示と建物内装の両方を観覧することができるようになっている。 主な復元箇所としては、1階の銀行カウンター、2階の寄品室、3階のステージ付き公会堂が挙げられる。その反面、大型の展示ケースは減らされ、絵画コレクションの展示は困難になってしまった側面もある。以下は、修復後、展示品が設置される前の状態の写真である。博物館と港鶴ヶ田市海館博物館周辺は、博物館通りと名付けられ、 観光地区として整備が図られている。2006年に毎日新聞社が選定したヘリテージング百選では、鶴ヶ公会はイレトロ建築群が挙げられている。旧大和田銀行本店に関するカテゴリー。ありがとうございます。